おはようございます旦那が出かけたので出かけている間生配信をやっていきたいと思います今日もよろしくお願いいたしますアニマルコミュニケーターの野口ひろこですでは今日は朝からチーンやっていきたいと思います はい、おはようございます。はい、皆さんおはようございます。ママゴンさんもおはようございます。はい、水木彩さんもおはようございます。はい、今日は旦那が出かけたので、今ちょっと1時間ぐらいで帰ってくるっていうので、まあ、30分か1時間、あの旦那がいない間だけ、えー、やりたいと思います。はい、あやさん、久しぶりですね。元気でしたか？ なんか花粉症がひどそうだね, <laughs> ねなのでもうそろそろでねなんか落ち着くって天気予報で言ってたので天気予報の斉藤さんが言ってたのでそろそろねあの落ち着くかもしれないんだけれども、ね、忙しいと思いますが忙しいながらの花粉症大変ですけどねお体ご自愛くださいね。は ねほんとね花粉症で死亡だよね本当にねなんか皆さん周りもなんかひどいらしくてなんか朝顔が変わってるとかね <laughs> なんか腫れ上がっちゃって別人みたいになってるとかで皆さん言っててねもうなんか薬がなきゃもう皆さん生きていけない状態にねなんかなってるほどなんかちょっとひどいみたいですねはいおかげさまで私は花粉症ではないのではい全然 あの皆さんのような黒はわからないんですけどただねなんかね鼻水がねツーって出たりするなんか水っ鼻みたいなのがツーってだからええ花粉症かなーなんて思ったりする時もあるんだけどまあそれぐらいなんですよねだからそれ以上ひどくはならないのでもう皆さんに比べたら全然まあ軽い方だと思うんですけどねうーんなのでまああの皆さんお体ご自愛くださいもう少しだと思うんで。 うん、あのもう少しで収まりますよって斉藤さん言ってたんで、はい、収まるのかなって思っております。はいね、今日もねあの占いとかあのメッセージとかを、えー、タロットカードやオラクルカードで、えー、もらったりしていますのでご希望の方は,はい、えー、スタンプをいただければと思います。はいね、あやささんんん耐耐ええてくだいいねねねねるしかないもん、ね、これ、ね、ほんと、ね はい、まるまるりんごさん、もうい初見です。初めまして。よろしくお願いします。えー、私はアニマルコミュニケーターアニマルコミュニケーションの、えー、講師をやっております野口裕子と申します。えー、生配信ではえー、皆さんに裏えー、タロットカードやオラクルカードで占ったり、メッセージをいただいたりしています。はい、ご希望の方はえー、スタンプを一つ入れていただければはい。1, 1枚。 あの読み込ませていただきますのでぜひね、はい、お申し付けください。シ、はいえーカさん初見ですということで初めましてよろしくお願いいたします。 はい、タロットカードやオラクルカードで占ったりメッセージをもらったりしています。ご希望の方はスタンプをお願いいたします。はい、今ね、あの旦那が出かけたので、はいいない間だけやらせていただきたいと思います。戻ってきたらうるさいからあの終了します。<laughs> うるさいんでね。なんかバタ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 ,バタ。あの今あのリビングでやってるんで。 帰ってくると多分リビングでわざ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 されてしまうので、はい旦那がいない間だけやって今日はあのー、仕事が久しぶりにオフなのであの溜、ー、まったビデオを見たり、えー、明日からのまた講座とかあの個人セッションが入っているのでそちらの準備をしていきたいと思っております。はーいシンクの月さんおはようございます。はーいお久しぶりです。 最近忙しくてなかなか顔出せなくていやとんでもないですよ。ねあのねあのお家の方ねちょっといろいろ忙しいですもんね。はいなのでご事情を知ってますので <laughs> はい、大丈夫です。あのご家族のためにねあの必要な時間ってやっぱ大事にした方がいいと思いますのではい、そういう時はもう頑張ってお仕事なりご家族のことなりねえやられていただいて。 お時間があって、タイミングがあったときに、またあの、全然顔出していただければ十分でございます、私は。はい、大丈夫です。ありがとうございます。皆さんね、もうお忙しいようで何よりでございます。はい。今日も今から用事してきます。でも、共有型夕方、好きな人に会ってきます。おいよいよですかはい。いよいよですね。頑張ってください。ね。はい。好きな人に会ってきます。うわーもうわもななんか、ね、なんかか。ね、 新鮮だわー私にはない最近 <laughs> はいあやさん久々,久々にカードお願いしますはいあやさんコインありがとうございますねオラクルタロウとどっちがいいですかねな何かあれですか聞きたいメッセージみたいな何かありますかあやさんね忙しいからねあ今日はオラクルで行く ははい、はいこれはね今日の、えー、カードはあーエレマリアさんの、えー、ギャラクシーカードといいまして宇宙から届く聖なる存在のエネルギーメッセージということではいオラクルカードなんですねはい特にない <laughs> いいことでございますよ何もないことが一番いいことなんですね平和が一番、ね、私たち平和な日が少ないんだから。<laughs> 私たちどっちかっていうと何かがあんのが普通だから、ね、何もないのがあの大事ですよ。<laughs> ね、本当ね、もう本当、泣き笑いですよね、本当、ね、にそう。すっごいわかるからだからあの何、お互い連絡がない方が本当になんかね、あっ、なんか、なんか穏やかお大に過ごせてるのかなみたいな、ね、感じがするね。<laughs> ねお,互いねお互い連絡来るとね、あなんかあったかなとかって思っちゃうね。<laughs> ねほんとねまあ、来月からねあやさんとねあのいろいろねイベントも一緒にね出店させていただくのでやっぱり来月からはねだんだん暖かくなってきてねあの忙しくなってきますからね今はちょっとこう穏やかに過ごしていきましょうよ、ね、はい最近落ち着いてるよかったよかった何よりでございます落ち着いてるのが一番ね本当。仕事一生懸命やってさ ね、落ち着いてさ、なんかさ、本当、んなんか穏やかに過ごしたいわけですよ、私もね。ちょっと、あんた、あんた、はい、うちの空たん登場でございます。空、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 あ、行ちゃった。なんだっけなうちの、はい、おてんば、おてんば息子、はい、やんちゃ息子、空でございました。はい あやさんの好きな感じのやつはいしかも1番でございます。はい、1番セラフローズオーラ、無条件の愛、情熱の愛。いやーなんかね、なんかあやさんって言えばなんかね、イメージがね、すごいなんかねバラみたいなねある感じがするんですよねだからね。 すごいなんかイメーージぴったたりのカードが出たなっていう感じがするあとは無条件の愛とか情熱の愛のエネルギーを無限に送りますっていうメッセージがあの入ってるカードなんですけどあのー、なんだろうねやっぱり今一生懸命ねすごくいろいろお仕事ね講座とかお仕事忙しくされてるからやっぱりものすごくそういうその情熱とかなんだろう熱いエネルギーみたいなのがみなぎっているんじゃないかなっていう感じがしますね。 あと以前ねちょっとこう方法がねちょっと現れたなんていうお話もあったしすごいやっぱり今燃えてるんじゃないかなっていう感じがしますねはいなのでその、えー、その熱いエネルギーねエネルギーでしっかりこう自分を強く守ったり優しく守ったりしっかり守ったりあとは強く導いたり優しく導かれたり,しっ,り,れたりしっかり導かれたりしていきますよと。 その愛を信じてください。っていうことをなんかこのカードがおっしゃってます。あ、昨日も神社で法王出たあ、やっぱりやっぱ法王なんだね。なんかこれまあのセラフローズオーラーって言ってますけど、なんかねすごく鳳凰っていう感じが私もしたんですね。なんとなく、あの鳳凰の鳥の羽のようにも私感じたのではい。なので、多分やっぱり鳳凰のエネルギーのあのこともね。このカードはおっしゃってるのかなって思いました。はい。 ですよね。やっぱりこれ導かれてるのであみやびさんが今やらなきゃみやびさんって言っちゃった <laughs> ごめんね水木綾さんがえやらなくちゃならないことをあメッセージを感じてきちんとねあのー、やってくださいってうんおっしゃってる感じなのではいぜひぜひねまあねみやびでいいわ <laughs> ごめんね <laughs> あのー、ねはい 本名の方喋っちゃいいいまましたけどもはい、ごめんなさい、まあ、そ,うそういう感じでございましてはいなのでみやびさんもねもう本当にちゃんと感じれる方だしきちんとその辺は気づかれてるんじゃないかなと思うんですけれどもなので十分そういうねその無条件の愛情熱の愛っていうことを受け取りながらあとは自分でまたその新しく出会うですね生徒さんたちとか、まあ、中高生の方たちとかあとはあのクライアント様とかにまあ それをお返ししていくっていうはいあのー、エネルギーが今動かれてるのかなっていう感じがしますねはい水木あやさんやっぱりな愛と導きでピンときたおー素晴らしいねなんかねあのー、うんあやさんって言うとなんか導きっていうやっぱりねまあ感じがするのではいやっぱりそこが今すごくちゃんとこうピンと来てるのかなってだからなんかなんだろうちょうどいい波動に あや、ね、さん的にはなってるんじゃないかなと思います。やりたいことがやれてるから、うんあの、やらなきゃいけないことがやれてるからっていうね、ところがあると思うので、なのでぜひね、はい、あのちゃんと受け取れてるので、ちゃんとそれを受け入れて、そしてまあお仕事なり、はいあの、やられてるっていうことなのでね、素晴らしいことだと思います。うん、それをまあ応援してるよっていうことでこの、こちらのカードが出ました。はい すっきりありあがとうとうんんでもございませんこちらこそありがとうございます。久しぶりにね、なんかお話できて、なんかよかった、元気かなと思ってて、ね、なんか他の SNS とかでは、ほら、拝見してたけど、なんか大大元気かななんて思ってたから、ね、あとはね、あのーまあ、月末と、まあ、来月とお会いするので、はい、ぜひぜひね、頑張って、あのー、楽しんでやっていきましょう。 ただ、右肩が上がらない。んそれは、もしかして肩、四十肩五十肩そういう意味で <laughs> 肩こりあま。まあね、それはね、職業病でしょう、結局。ねこれ、職業病だからしょうがないな。ね五十肩。ああ、言っちゃった。<laughs> 言っちゃった。言っちゃった。うーん。ね まあねこればっかりはね五十肩はなかなかねなかなか簡単には直せないよねうんあとはそうだねそうだねどうしたらいいかねマッサージマッサージ屋さんに行く針やってくる始末あららら針,針やってきたんだそっか針で効くのかい針で効くのやっぱり五十肩ってなんか針やっても効かないとかって聞いたことあるんだよななんか。 ねなんかどうなんだどうなんですかなんか針とかって効くんですか私なんかはそうだな肩こり持ちですけど五十肩になってないまだうん効く時と効かない時があるんだそうなんだねうんまあ私はチャネラーじゃないですかねヒーラーでもありチャネラーでもありまあそこでまあ まあ、例えば、まあ、私だったらうん肩にチャネルリングアドバイスとしてね、まあ、肩にチャネルリングしてみるかな。うん、あのいつもねってお仕事でね、まあ、一生懸命こう体をね酷使してやってるからその肩さんにねすごくこう,なんだろう疲れさせちゃって。 ごめんねっていつもねあの頑張ってくれて「肩さんありがとう」みたいな感じのことを言って「うん、あの今度からねあの気をつけるからね」みたいな,なんかあんまりこう苦労させないようにちゃんとこうマッサージしたりとかあの血行を良くしたりとかするからねって言って「肩さんありがとう」って、うんあの「これからもよろしくね」って、ね、言ってあげるとね,、うん、あのね結構ね軽くなったりするんですこれが。 ほんとこれね嘘だと思うかもしれないけどねやってみてください。私はは喉ととお腹でちゃんとやったやってあの治ったあの体経験があります、はいなのであやさんにもねそれちょっとまあお話ししたこともあると思うんですけどはい是非ね肩でもねできるんですよだから。 うん、だからあやさんはね、あの私のチャネリング講座の方も受けていただいたことがあるので、まああのわかると思うんですけども、はい、もちろんチャネリングっていうのは体にもできることなので、はい、なのでそれをやってみて自分の体とお話しするっていうことをちょっとやっていただけたらなと思いますね。はい、ママゴンさんは私両肩やりました。整形外科行きましたよってこれ両肩はひどいですね。両肩両手上がんなくなっちゃうってことでしょ いやーこれはきついわーねえやっぱそりゃ整形外科行くよねうーんあやさん洗濯機でやったねそう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 ね洗濯機ねそう両方やばいよね順番,にだけ、まあ、順番にだけどそれでもね大変だよねほんとねなんかほんとな絶対きついと思ううーんだからそういう時はねあの本当にあの肩にね肩にお話ししてあげてください でありがとう、感謝をしコントから気をつけるからねとかねちょっとこうマッサージしてもらうから針やってもらうから元気になってねとかね、うん、あのちょっとお話をし,してみたりするとねよくなったり洗濯機で私はそれを洗濯機もやりましたね、うんまあやさんね洗濯機もやってなんとかギリ,ギリあの持ち越えた答えてもらったことがあります。<laughs> ママゴンさんもっと早くひろこさんに出会いたかった <laughs> 本当ね本当にこんなことばっかり私は言ってるんですよ <laughs> 本当ねあやさんにも言ねもう前から言ってるしねこんなことばっかり言ってますあの洗濯機と話してねあの故障をちょっと待ってもらったとかねはい最近落としなくなったよ洗濯機そうでしょそうだうちはねあのそれでねずっとなんとか頑張ってもらってたんだけどもねやっぱりねそろそろ出さなきゃダメだよねってあの修理に出さなきゃダメだよねっていう話をして だから壊れる前に修理屋さんを呼びましたそしてて点検ししもらいましたそしたらねやっぱりねあの故障してましたうん故障してたんだけれどもゴムも伸びきってたしあとはその中の、えっと、回るところがなんかちょっと水が垂れて水が水漏れしてて回ってもスリップしちゃう状態になっててだから本当にもう本当回ってたのが不思議だなって思うぐらいの状態でしたよ うん、だからその本当に動かなくなる前に直してもらってうちは今もうまたあの復帰しました復活しましたうんなのであと10年ぐらい頑張ってもらえます <laughs> あと10年ぐらい <laughs> 買い替えると大変だからねそう,もう買い替えたらもう,もう大変なことになるから頑張ってやってもらおうと思ってだからもう綺麗に掃除もしてもらって、うん、あの綺麗に直してもらったので。 はい、もう今は洗濯機さんも元気で変な声を出したりはしなくなりましたよ。はい <laughs> ねいやほんとだってね洗濯機買うと高いじゃないですか今だからやばいからそうだからもう本当にねあのんなんとかね持ちこたえてもらいたいなと思ってなるべくだからうんお話しして仲良くしながらはい、やらせてもらってますけどもねだからもう体も一緒なんでねうん私あの 喉痛い時に喉とやってあとお腹痛い時にお腹にもやってうんそしたらもう治,治りましたよ本当に不思議不思議にうん私も洗濯機さんにやってみようやってみてくださいあの変な声出した時洗濯機さんがこう「うっ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 」とか言うなんか変な声出す時あるでしょそういう時に「どうした?」っつって「大丈夫か?」っつって「何した?」っつってそうなんかまあ感じたりするかもしれないけど「もう今日は勘弁して」っつって。 もうこれね今日はだめだっつって、うん、もうちょっと待ってあともうちょっと待ってくれないとなかなか難しいとかいう話してねそう洗濯ちゃんとね話するとねなんとかね回ってくれんですよこれ不思議にねそう爆笑してるみんな <laughs> いやほんとこれでも冗談じゃなくて本当に本当にやってねこれ本当に故障しないでなんとか動いてもらってたんですよ私ほんとギリギリのところで。 そうでもさすがに申し訳ないと思ってもう本当にそのやっぱりほら泣く頻度が増えちゃったんですよもう「あーああっていうのがもう泣く頻度がもうなんかねちもう強くなってきて音まですごくなってきたからこれはもう限界だよねつって「ごめんね」つってまあ本当にもう死んじゃうに、ま、死んじゃう前にね直、うん、してもらおうねつって、うん、そうなんです私は詰めすぎって言われたあでもやっぱ私もそうでしたよやっぱりね あのー、何7キロとか1 0ロまで大丈夫なんて言っててもじゃあ1 0ロで100パイ入れたらねだめですよって言われたうんやっぱりな腹,な腹8分目じゃないけどやっぱ7分目8分目にしといてくれって言われてええー、ーと思って意味ねえじゃんとか思ったけどまあでもしょうがないもんねね、うん、回んなくなっちゃうよりは、うん、<laughs> その声 <laughs> ほんとんかね泣いてるように聞こえたのほんとに最初泣き始めた時ほんとに泣い「えっ何何洗濯機がなんか泣いてるよとて」と思って「え何したの?」と思ってそれでなんかね喋っちゃったんですよそしたらねなんかねなんかもうなんかきついみたいなこと言っててまあね最初ね私ねすごい詰め込みすぎちゃったんだねあのなんか大物洗っちゃったんですよそしたらなんか「いやーやめてくれー」みたいな感じで言われて やっっぱりみたたいな感じだったのね私は悲鳴だった。<laughs> でしょ本当悲鳴とかほら泣いてるように聞こ,え聞こえるよね。本当に。私も本当そうだったの。だから申し訳ねえと思ってそれでやっぱり、あのー、パナソニックの人も言ってたけど大きいものはコインランドリー行ってくださいって言われた。<laughs> 確かにねーみたいな。そうう作業服詰めすぎたでしょうちね 子供が野球部だった頃やっぱり野球部のやっぱり洗濯機を回して下手したら乾燥機を回してたからなんかね砂が詰まってるって言われちゃったもんそうどうしても詰め込んじゃいますうちは暴れだすそうそうそうあうち暴れたうちは暴れ暴れ暴れもしましたよ暴れた暴れたもうもう時短だ踏んでうんそうそしたらね後ろがねなんか砂詰まってるしねもうなんかひどい状態だったみたい だからね、あんまり洗濯機ね、やっぱいじめないほうがいいですね。うん。なんかやっぱ、うん、ほどほど。腹八分目じゃないけど。うん、ほんとに。あんなに暴れん坊だったね、洗濯機も今やね、ほんとに静かなもんですよ。穏やかーに、も回ってくれてます。うん。だからね、やっぱり、あのー、無理させないほうがいいですね。はい。洗濯機もね。あとは肩もね。まあ肩も結局、あの、酷使してね。 うん、あとはんだろう使わなすぎてやっぱりこうメッセージとしてね送ってきてるんじゃないかなって思うのでねその辺もこうやっぱり大事に自分の体なんでね大事に扱っていくっていうことが大事なのかなって思いますねうんはいえ表しかないはいこんにちはいこすきさんこんにちは、はい、ママゴンさんあやさん爆笑,<笑>はい あやさん野口さんの配信は笑ってばかり <laughs> いや,いや。いやそんなことないですよ私は真面目に占ったりメッセージを送ったりしようとしてるのでそんなもう全然笑わせようなんていう全然これっぽっちも考えてないんだけどまあでもねなんかねこういう話になっちゃいますよねだってこれ実際の話だからねこれねあやさんにもねもう前から喋ってるしねこのこともね特別なことじゃないので私にしてみれば <laughs> はい。 そう大喜利だからねそう大喜利だからね笑いますよねそうそうそう朝から元気出るありがとうそう言ってもらえると嬉しいですわ私もうんやっぱそうでなくちゃ朝ですからまたまだこれからねそうママゴンさん真面目に面白いっていう人素敵な人 <laughs> ねえ真面目に面白いっていう人好きもうねもう本当に褒めていただいてるんですよね <laughs> ありがとうございます本当ママゴンさんもね、あのー、いろいろねやられてるからねやっぱりママゴンさんとかほらあやさんとかやっぱ皆さんもいろいろやられてる方だから私もやっぱり刺激,刺激受けますしねやっぱり頑張らなくちゃなっていつもやっぱエネルギー頂い,いてますよはい褒めてます笑ら。<笑>ね褒めてるよ笑ら、笑ってます皆さん皆さん笑ってますよ言いながら <laughs> ねで あのアニマルコミュニケーションの練習会だったのですごいこうあの遅くまでちょっといろいろとねあの皆さんの練習にお付き合いさせていただいたりしてましたけれどもねはいママゴンさんデビューいつって言ってますよママゴンさんデ,デビュー自体はしてんのかなもうな,ど、ね、なんかいろいろ SNS ねちょっとこう発信はし始めてますよねママゴンさんねはいなのでねいろんなもっともっといろいろね はい、告知をこう頑張っていかれるともっともっといろんな人にね知っていただくっていうのがやっぱりまあお役目の一つでもありますからねはい頑張ってみてくださいあうあうまだ潜ってます <laughs> ねもうあれですよママも,、ま、もどんどん出ちゃっていいと思いますようんでもねすぐ出たからってねそんなに広がるもんでもないからねもう私もあやさんもどれだけ出していくか分かんないですよねうん。 でもまだまだですから。私たちもだからね。ほんとね。もうなんかね。自分が頑張ってるのの、もしかしたら100倍ぐらい頑張んないとね。やっぱり有名人っていうかね。やっぱりこう芽が出るってなかなか難しいのかなと思いますよ。うん。ただ、それでもあやさんも私も,もうほどほどに。もうおかげさまでね。やっぱり忙しくね。お仕事もさせてもらってるからやっぱりね。そこはまああの。 まあ自分のキャパっていうのもあるんだとは思いますけれども、うん。あやさん、最近 YouTube サボり。<laughs> なんかね、最近ちょっとね、あの、お仕事が忙しいのが、ちょっとね、こっち系、なんかちょっと静かだなって思ってました。うん。ママゴンさん、そうですよね。お二人はもう巨匠だと思ってます。巨匠じゃない、巨匠じゃない。全然、巨匠の今日ぐらいですよ。巨匠の今日ぐらい。だって全然、 全全然全然だって本当にすごい人はも,うもっとすごい人いっぱいいますからねもうその人たちになんかこう追いつこう追いつこうと一生懸命こう頑張っていろいろやってるみたいな状況ですよ私たちもまだまあ私たちもって言っちゃうとねあやさんに失礼だけどそう私なんかはねまだ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 女ですからでもなんかまあほどほどにね、まあ、家族もいるんで、あのー、あんまり忙しくなっちゃうと。 あの家族をねやっぱないがしろにしてしまうっていうことになってきちゃうと今度お仕事自体がねやれなくなってしまうので私はどちらかというとやっぱり「はいあありがとうママゴンさんね延長しろっていうことねはいわかりましたありがとうございます旦那が帰ってくるまでじゃあギリギリあのはい延長させていただきますねはいありがとうございます」ねあやさんもね「旦那まだまだ」って言ってますけれどもはいそう。 だから、あのー、やっぱりね家族あっての私なの,で、うん、なのでそこを考えながらお仕事をしたりっていう風にあにさせてもらってるのが一番私としてはまあバランスが良くて、まあ、ちょうどいいのかなと思ってるのでなのでまあこのぐらいで私なんかちょうどいいのかなと思ってますね。うん、うん、でこうやって仲いいこう波動の合う方たちとこうやって。 なんかお話ししたりしながら楽しくこう一日をねうん過ごせたらなと思ってるのでうんうんうんねうんうん幸せねママゴンさんもねあやさんもねそうそう家族犠牲にしてまでは配信しないそうそうなんですよだからやっぱそういうところなんでしょうねうんやっぱりそこが私なんか大事なのかなってまあそれを犠牲にしてやってる人もいるかもしれないけど うん、でもうちの場合はねちょっとそれを犠牲にしちゃうとねやっぱちょっと支障をきたすのでねうんそうなんです。でまあそれねそうママゴンさんねそこは大事ですねってやっぱりうん、言っていただいてると思うんですけどやっぱり私の,あのアニマルコミュニケーションのクレアの師匠なんかもあのモットーがやっぱり家族を大事にしながらまあ稼働日が週に3日とかでお仕事をしながら もう1000万だからやっぱり家族も大事にしてかつそのまあ何て言うんだろうまあ自動化のシステムを使いながらあのうんお仕事もできるようにしていきましょうみたいな人だったりするので私のメンターなんですけどね うん、だからそういうことをしながらもセラピストの仕事ってできるんですよっていうことをねなんかこう教えてもらったんですね、うん、だからやっぱり、うん、やり方次第なのかなって思うんですよ、うん、だからまあね1,000万とかはねちょっとまあ私がやってることではちょっと難しいかもしれないけれどもでもあのそこまでいかなくてもある程度その。 お家の時間も保ててかつはお仕事もできる時間も取れてでっていうねプライドプライベートも楽しく過ごせてっていうんであればもう私はもうこの年だし十分かなと思ってるので、うん、なのであのまあお仕事ばっかりやってても楽しくないからやっぱり旅行に行ったりとか神社巡りしたりとか、まあ、好きなことをしながらかつ、まあ、お仕事をしたりとかっていうふうにこうしながら。 やっていけるライフスタイルが私はこう理想かなと思って、うん、やらせていただいているので、多分ここで今ねお話をこう聞いてくださっている方たちなんかやっぱりそういう方が多いんじゃないかなと思いますね。だからまあ波動が合うっていうかね、まあ、引き寄せられちゃうっていう部分もねあるのかなと思うんですけどね。うん。だからできます実際そういうことも。 実際そういういことでできるんでだからもう諦めないでちゃんと家族も大事にしながらまずお仕事もしちゃってねでまあランチ代ぐらいはね自分で稼ぎましょうみたいなね、うん、そういう話ですよねうんそうだからそうですねやっぱ女だしねそこはねゃやっぱり大事にしながらねいきたいところですよねうんねせっかくママゴンさんコインいっぱいもらったから ね、カードを引かせていただきたいと思いますのでえっとコインねごごまま5枚ももらったから5枚引く <laughs> 5, ?5 枚引くママゴンさん5枚 ?5 枚いらない <laughs> ちょっとどうしますねママゴンさんうんうん頑張るぞそう頑張って頑張って頑張ってねどうしましょうねこれね5枚,5枚引く 3枚3枚とかにしとく。5枚引いちゃう。なんかなんか5枚,5枚。え、延長流しただけで1枚でお願いします。<laughs> 本当ですか？マジですか？本当にいや申し訳ないよね。でもね、いつもね。あじゃあやっぱりさあの昨日みたいにタロットとオラクル1枚ずつにしますよね。もうあの本当申し訳ないんで、いつもいっぱいいただくから、ほんとタロットとオラクルとじゃあ1枚ずつにしますね。今日の1枚でね。はい。 ほんとね、もうママゴンさん、いつもいただくから申し訳ないわ。ほんと、申し訳ない、申し訳ない。ありがたい、ありがたい。んはい、タロットはこれでーす。まずね、カップの6。で。おっ、飛び出てきた。 はーいはーいオラクルカードはこちらですはいなんか、ね、なんかさっきのあやさんと、ね、似ているカードがなんか出てきましたけれどもタロットカードはカップの6和気あいあいとしている危険がなく平和的、えー、幼なじみのような感じ一緒にいると安心する身内や仲間を大切に。 とねあのカップっていうのはやっぱり色々なんいろいろ何うのかなインプットだったりとかあとは勉強とかあとお金とかあと物質とかまあそういう意味合いもあるんですけれども、うん、なんかこういろいろとねはいあのー、そういうなんだろうなそういうのがこう豊,か豊かさみたいなのも表すカードなのではい。 昨日もピンクの出たような気がするそうそうそう昨日そうピンクだったのそうだから私同じカードかなと思ったけどえ同じカードじゃないよねうーんと2525 25あれでも昨日と同じかなあ同じなんだやっぱ同じなんだあ あそうだ、だ昨日このなんかこの丸い粒があのエネルギー玉と同じだ、似てるねって言ってたんだもんね、ママゴンさん。え、何昨日と同じカード出てるの怖ええー、女神、アフロディーテ、美と優雅さ。あら、すごいじゃないですか。 すごい金星のビーナスエネルギーがあなたに降り注ぎ妖精たちがあなたのことをピカピカに磨いてくれています体全体をそして体の中の細胞の隅々までも内なる輝きとと,ともにすべてが光って愛で満たされていきますへーすごーいまあ自分に優しくしてくださいみたいなことはね昨日メッセージできてるって言ったんだけどそう でも今日はねなんかすごいですねなんかやれってことですねって <laughs> やれってことでやれってことですねじゃあ <laughs> そうそう感じたんであればそうです <laughs> ママゴンさんがそう感じてしまったんであればもうそうなんですね <laughs> はいそういうことですけどでもやっぱりあのー、なんだろううんやっぱりやっていると やっぱり自分がこう癒されるし好きなことだから、うん、あの楽しめるしそしてんだろう身になってくるもちろんあの売れればね収入お金としての物質が入ってくるわけだしだからそのやって損はないわけですよ。うん、ねだからぜひぜひね、はい、やっぱりやっていただいてやっぱりこう皆さんに見ていただいて、うん、で広まっていってそして自分のこう物質的な豊かさとか。 ね、あとはまあいろんな人との出会いとかそういうことにこう道あのつながっていければいいんじゃないかなってすごく思うので、はい、そうされるといいですよっていうカードでカードたちですね今日はね。うんねまあ今日はねやっぱりこういうピンク系が出たのでね今日はもう愛情あふれる、ね、そしてまあ美しさとか、はい、あと優雅さとかそういうものがこう象徴されるカードがすごく多かったのではいなんかこう 私たちを象徴するような <laughs> カード本当にね本当にもう本当に皆さんね、あのー、なんだろう母として、えー、妻としてそしてまあお仕事を頑張っている女として一人のね女として、まあ、輝かれてるんじゃないかなって、うん、思うのでだからこのカードなんだと思うんですよだからもう自信を持ってね やりましょうっていうね意味合いもあるカードなので、はい、自信持ってやってそして、あのー、どん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 その何て言うの皆さんに知っ,ていく知っていただく努力をされるといいのかなと思います。はい、これはあのー、カップの6の、えー、左側が大人で右側が子供っていう意味もあるので子供たちに伝えるとか,、はい、なんかこう自分の子供の頃に伝えるとか。 そういういい意味合いもあるんですねなのでもしかしたらちょっとイン,インナーチャイルドとのお話をしたりとかちょっと癒やしたりとかするのもいいのかもしれませんねママゴンさんはね、はい。そういう意味合いもあるこのタロットカードになりますのではい。 まああのこちらの右のオラクルカードもやっぱりその自分を愛でるとか愛するみたいなこともメッセージ来てるので、はい、インナーチャイルドも結局同じことなんですよねやっぱり自分を癒すっていうことはインナーチャイルドも自分なのでインナーチャイルドも癒すっていうことにつながってきてだからこのカードはあのタロットカードでオラクルカードで全く違うカードですけれどもママゴさんにあの伝えてるメッセージっていうのはなんか同じなのかなっていう感じがはい。 しますのでぜひぜひねエネルギー玉頑張って作っていただけたらなぁと思いますねはいちなみにどどここででで購購入購入っていうのはどこかでできるんですかなんかこうここならとか何かこうホームベページ的なものとか何かいろいろ作ってらっしゃるのかななんかあのノートではねち,ょちらっとなんか拝見させてもらったんですけどなんか どこでこう購入とかメッセージとかあの送ればいいのかななんていうのも,もうちょっとあれですよね分かりやすくなんかこうつながれるともしかしたらもっとこうみんな欲しいなんていう人出てくんじゃないのかなと思うけどどうなんでしょうね。私ほらママゴンさんがやってるあのツイッターがあんまりほら見ないからだからなんか多分ツイッターでーって言われちゃうかもしれないんだけどなんかねツイッターよく分かんないんだよね。うんんママゴンさんベース あ、ベースで作っっってんだそっかそっかかベースね自分のなんかお店ができるみたいなこと言ってるやつですよねあのしごんがねシンゴちゃんがあの CM してるやつね私あれ使ったことないから分かんないんだよなそっかそっかベースなんですねだから物販で言うとみやびさんなんかは TikTok だったりとかねなんかいろいろねなんか使ってるもんね ベースね。あ放置。あ、じゃあ使ってるってことだ。やっぱベースも素晴らしい。さすが。さすが屋さん。うん。私ここならとかもやってたんだけど、なんか全然、なんか全然、お客さんとか全然来なくて、やめました。なんかやってる意味がないような気がして。うん。あんまりにもなんかいろんな人いすぎて、なんかあんまりピンとくるものがなくて。で、やっぱり集中しちゃってるんだよね。やっぱり、なんか、なんか有名な人っていうか、 なんかそういう人に集中しちゃってるからなんかよくわかんないなと思って私の中に入ってる意味がないやと思って面倒くさいからもうあの断捨離しました。はいまごんさん何がいいのかわからないのが正直な話そうですね私はねそういうベースとか特別なものでやるよりも本当にそれこそインスタとかに毎日とかあげてもうインスタとかでいっぱいああいう綺麗なのは見てもらった方がインスタは広がり早いんじゃないかなと思いますけどね。うーん 色々あるほんといろいろあるからそうなんだけどやっぱりいっぱい見ている媒体じゃないとい意味がないと私は思っていて、うんあのー、やっぱりいろいっぱいいろんないっぱいな人がたくさんの人がこう見てくれててその中でも自分が自分のインスタに食いついてくれる人なんていうのはもう何分の1何百分の1なんですよ。 だからもうベースって言ったらベースのベースのベースはじゃあインスタに比べてどのぐらいよってなった時にそこからまた自分の選んでいただくっていうとやっぱり結構時間がかかっちゃうんじゃないかなと思ってて、うん、だから私はやっぱりインスタなんかは本当に普通の人がもうみんなやってるからそこからのこう食いつきだとやっぱ早いんじゃないかなって。ねあやさんもねインスタは早いよって。うん あの言ってるし、あやさんももちろんね、インスタやってるしね。うん、そう、ママゴンさん、インスタだ。あやさん、ひろこさん、ありがとうございます。いえいえいえ、最近、水引のインスタグラム、ページ、フォロー増えた。そうでしょ私も、正直、私、ここ最近、めっちゃ頑張ってたので、あのー、めちゃくちゃ、もう、100人ぐらい増えました。インスタ。ここ、最近で。うん。やっぱり あの毎日あげるっていうのがやっぱポイントでどんなことでもいいので毎日でそれがママゴンさんだったら自分のエネルギー玉であのこんなのとかあんなのありますよこんなの作ってますよとか、うん、であのたまに自分のなんかこうねなんかこう好きなの好きなものみたいなの入れてみたりとか。 もう全然ビジネスアカウントとプライベートアカウントは分けてもいいしねあんまりなんかプライベートと混ぜたくないなと思ったらあのプライベートアカウントとビジネスアカウントを変える、ね、アカウントを2つ作ればいいだけだからそういう感じで使い分けたりとかしてもいいし私はもうビジネスとあのあのプライベート分けてるんで、はい、だから、まあ、お家のことをあげるときはプライベートアカウントみたいな感じにしてます。 で仕事の時はもうずっとブログから連動させてブログからインスタにインスタからあとはフェイスブックにみたいな感じで、はい、全部もう流してだからこれ半自動化っていうんですけど、うん、こうやって自動化で全部連動させれば別に改めて書いたりつけたり貼ったりしなくても、はい、全部つながってあの投稿できるので。 そう,そうそう、そうね、あやさんね、インスタグラムの DM でやり取りできるから、そう、だから、あのインスタはすぐにこつながれるんですよ、全然知らない、電話番号もメールアドも知らなくても、インスタグラムだけで、お客様とのやり取りができるから、そして、あの1個,1個だけリンク貼れるんですね。だから、自分のもし、ベースだったら、ベースのリンクを貼って、ベースに送るっていうこともできるんですよ。 だから、まあね、こんなすごいなんかビジネスアドバイザーみたいなカウンセラーみたいな話になっちゃったけど <laughs> あのこういう使い方をするとママゴンさんあの、はい広まりやすいでしょそう、ママゴンさんアカウント2つ持てるんだそう、そこからです。そ,そ,う,そうなんんでです、す持てるんですよそうもっと持ってる人もいますよ2つどこじゃなくて、うん、ママゴンさん DM もある,あるいいですね。そそそうそうそう そうなんですやっぱり DM あるとすごくこう結構入れてくる人多いんで、まあ、いろんな人入れてくるからまああれですけども、うん、ただきちんとこうなんか欲しいですっていう人はもう欲しいですって言って DM 入れてくるからしたらこうしてくださいみたいな感じでこちらとやり取りできるんで、うん、そういう意味ではね便利は便利ですよねだから私がアニマルコミュニケーションを始めた頃はモニター募集はずっとインスタでしたよ。 はい、インスタほぼほぼインスタで私はあのモニター募集から始めさせてもらって活動を始めたのはもうインスタでしたやっぱりアニマルはやっぱりペットさんだしでペットさんってやっぱりインスタが多いんですよねやっぱりペットさん自分たちのペットさんをやっぱインスタであげてる方が多いのでだから他の媒体に比べたらやっぱりインスタつながりやすいなっていうのとあとたまたま私はプライベートアカウントとしてインスタを使ってたっていうことがあって。 で他の SNS はよくわからないけどインスタならいけるなと思ってそれでインスタから始め,始めましたねうん多いですよねペットちゃんねそう多いんですだからペットちゃんつながりはやっぱりインスタはおすすめですねうんただやっぱりインスタあのインスタっていうのはあの画像画像の媒体なのでやっぱりこう綺麗に綺麗なものねあのこう絵でこうなんだろう インパクトト与えらられるよよううなもものはやっぱり何ででいいと思うんんすよペットちゃんに限らずねだからママゴンさんやってらっしゃるあのエネルギー玉なんかはもうほんときじゃないですかだからちょっとあの何だろう写真のねちょっと勉強してちょっとどんな風に撮ると綺麗に撮れるかなんていうのを勉強しながらインスタにアップして、うん、そしてなんかあの販売してますみたいな,なんかあの欲しい方は DM からメッセージくださいみたいなことを言うとちゃんとね DM から連絡来ますよ。 うん倍大事だなそう倍大事です特にああいうエネルギー玉みたいなのはねやっぱりこう倍大事ですよ私もほらオルゴナイトとかさ、あのー、出したことありますけどオルゴナイトも別にあの物販で出したんじゃなくてこんなの作りましたみたいな感じで、あのー、写真をね出そうかなと思ったけどいやーなんかね本当に角度一つでほらなんか色とかも変わってきたりなんかこう見え方が変わってくるからあオルゴナイト一つでも大変でしたもん。 倍、うん、しないで乗せてる人。<laughs> あたいやあの大丈夫大丈夫私もだから <laughs> 私も全然倍とか映えとか考えないで全然出してるけどそれでもやっぱりお客さんとか声かかったりしますようんやる気パワーアップしてきたそうでしょこれねやり方がわかればいいだけなんですよやり方がわかんないだけなんだからねそうくるくるね,くるくるねくるくるね これ私も最初の頃は本当にこういうことでしかやり方わかんないからやってたけどそれからどん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 広がっていくわけですよああじゃあブログもやんなきゃなとかフェイスブックもやんなきゃなとか全部私後付けですからねもうフェイスブックもやってなかったしブログもやってなかったしでもだんだんやっぱりお客様が増えてくると必要に応じてやっぱりそれをやっていかなくちゃいけなくなるのでそれで後付けでやってったら、まあ、こうなってったみたいな感じですねうん ね、あやさんもね分、まあ、かると思うけれどもはいもう初めはできればやりたくない人でしたからねうんでもやんなきゃ何つうんだろうやりたいことができなかったのでやっぱやるしかなかったっていうかやっぱり自分がやる,やるためにはねはいママゴンさんめっちゃ有益キャスになってしまいましたねほんとねちょっとあれだねあのコイン5個分のでもあれじゃないですかお返しはできちゃうんじゃないですか <laughs> はい、私あの、本当に何だろう、これを自分で1人で考えてや,やってはいたんですけど、実際、やっぱりそのビジネスのね、やっぱり講座とかを受けたりしたらば、やっぱりその通りのこと言ってましたよ。もうその通りこの、こういうふうにやってきなさいみたいな、同じことを教えられて、私やってましたみたいな、はい、話になったんで、まあ、やっぱりねあの、自分の思う通りにやってると、ちゃんと正しい道、歩,歩めるなって。 自分の直感で動いてただけだったんで、まあ、それでもちゃんと正しい道歩めてましたからねはいそれ以上のものをいただきましたありがとうございますとんでもございません本当にこちらこそいつもねはいあ,のありがとうございます私もあのい,いつも何て言うんだろうエネルギーをねエネルギー玉じゃなくてエネルギーを頂い,いてるのでうんなのでなんだろうなやっぱり うん、やってて楽しいと思うしああんか今日も生配信しようとかっていう,なんていうモチベーションにねいつもつながらせていただいてるので、はい、私も感謝ですで私もやっぱり生配信してまた自分のお仕事の、まあ、い,いろいろやったりしてっていうふうにこう一日の、ね、リズムとしてねなんかこういい感じになるので私なんかは楽しませて、はい、やらせてもらってるのでこのくらいの、はい、もうお話でしたらもう全然。 あの生配信なんですけどやっぱりこういういろいろねいつもアドバイスをさせていただきながら皆さんのね何かこう知りたいこととかうんあのお得だと思いますよだからはいお得だお得だと思いますこの生配信はいそしてまあ YouTube でねあのアーカイブも残してますのでまあちょっとも,もう一回ねちょっと聞いてみたいななんていう方とかねうんなんかちょっとああいう話してたから見てみたらみたいなね 感じの方がいららっっしゃったらねちょっと教えていただいて YouTube でもね見れるよみたいなことを言っていただけるとねはいまた皆さんそこからねつながっていくのかなと思いますねそしてまあ概要欄からね私のあのアニマルコミュニケーションの講座だったりブログインスタねはいあのお申し込みのフォームまで全部貼ってありますのでそちらからあのいろいろご興味がある方はね見ていただければいいのかなと思っておりますね。はい もうおかげさまでねいろいろと、まあ、講座とかもやらせていただいてて、はいあのーまあ、充実した、ねはいあのーまあ、毎日を送らせていただいているので、まあ、幸せですね、まあ、こうやって幸せに、ねあのー、過ごせるのも皆さんのおかげですしあとはやっぱりアニマルコミュニケーションに出会えたおかげなので。 うん、やっぱりだからこそ皆さんにこう私はそのアニマルコミュニケーションを伝えていきたいし自分の好きなことでそして幸せになれることだったら皆さんに知っていただきたいなと思って、まあ、それでそうこういう活動をさせていただいててそれを知ってもらうためにじゃあ何をやっていったらいいかって言って、まあ、インスタもやってますフェイスブックもやってますねブログも書いてます、まあ、それ以上で他に何あるってなった時に まあやさんにね「ツイキャスっていうのあるよ」って教えてもらって「それってなんだ?」って言いながらね、まあ、やらせていただいたのが結局はあのツイキャスを始めるきっかけだったんですけれどもでツイキャスって YouTube とね連携できるよーなんていう話になって「あら私 YouTube やってたけど、あのー、編集が面倒くさくて更新あんまりできなかったからちょうどいいわ」なんて言ってね「そう内ま配信をそのまま出しちゃえ」みたいな感じになって。 それで YouTube にアーカイブを残すっていうね、まあ、これもまあ半自動化ですよねやらせていただいて YouTube もコンスタントにアップできてるので、ねまあ、ここもなんか私としてはまあいい流れかなと実は思っていて、まあ、生配信だけで終わっちゃうのはちょっともったいないね内容だったりする時もあるのでそういう時はやっぱり YouTube のアーカイブでねあの見直しできたりとか見ていただいたりとかできるし。 そこからまたいろいろつながったりとかねしていただける方もいらっしゃるのではいなんか嬉しいなと思ったりしていてはいなのでメモメモママ <laughs> さんメ,メモメモしなくていいメモしなくていいメモしなくていいはい、はい、もうなんか私のただの自慢話ですからなんて<笑><笑>ねえでも本当に本当こうやって皆さんとねつながって、あのー、いけるのがねやっぱり幸せだし あのこういうきっかけを作っていただいた方との出会いも大事だしやっぱ感謝ですね日々感謝日々感謝してあ「ありがとうありがとう」って言っているとやっぱり自分もそう言ってもらえるような人間にあの近づけるような気がするしそうそして自分もやっぱり人に感謝できるっていうのは素晴らしいことだなと思っていてはいなのでまあほにこういうね日々を過ごせて穏やかな日々を過ごせているっていうのはね本当にありがたくて。 まあもしかしたらね何か、何か事件が起こったらね、ここでまた今度、逆に愚痴,愚痴らせてもらうかもしれないですけどね、<laughs> うん今日あたりは穏やかで何もなくて、ああ、幸せだなーなんて言ってられますけどね、いつね、人生何起こるか分かんないですからね、ああ、もう頭にきたとかね、いう時もあるかもしれませんけれどもね、その時はね、ぜひぜひお付き合いくださいね。<laughs> <laughs> あんまり聞きたくないでしょうけどねあんまネガティブなことはねちょっと私も言うの好きじゃないのであのよっぽどのことがない限りは言わないとは思いますけども、うん、やっぱねネガティブなことをあの出しちゃうとねあのネガティブな引き寄せっていうのがあるのでやっぱりっぱできればねポジ,ティブポジティブオーラでいたいですよねポジティブエネルギーを出してポジティブ波動で、はいたいなと。 常日頃思っていますので、はいあのー、今日も明日も楽しく幸せに健康に生きてたいなといつも思ってますので、はい、あの皆さんもね、はい、今日も一日ね幸せで豊かで健康に生きていただきたいなと思っておりますそういうこの頃でございますはいママゴンさん同意です、はい、ありがとうございます同意していただいて <laughs> ねえ でも,もうみんな今日はねあの流つながりですしねはい突きつながりですしもうみんなねやっぱりこれ引き寄せなんですよねだから引き寄せってやっぱ大事ですよねやっぱり引き寄せられた同士だとすごく波動が合うっていうかね、まあ、これ波長が合うっても言うんでしょうけどやっぱり波動が合うっていうのはやっぱり居心地がいいもんですねこういうのはねはいなのでこういう出会いってすごく大切なのでやっぱりこういうことを大切にしながら うん、やっぱり頑張っていきたいななんて思ってるんですよね。ママゴンさんもね、やっぱりいろんなこれからね、まあ、出会いもあればいろいろあると思うけど、うん、まあ、頑張ってあの好きなことをやるっていうのがやっぱり一番ね、あの幸せなことだと思いますのでね。ママゴンさん、居心地めっちゃいいです。ありがとうございます。そう言っていただけて、本当に私も嬉しいです。うん、やっぱり ね、好きなことやってるとね好きなことやってるっていうのが一番ですね好きなことやってそして好きなことをやってる人たちがこうやって引き寄せ合うっていうのがねやっぱり一番なのかなと思うんですよねうんだからやっぱり自分がいい波動でいるっていうのが大事なのかなと思いますよねうんみみみさんこんにちははいどうもです今ね占いやったり雑談したりしてました はーいね、あのもうちょっとで多分旦那が帰ってくるのでねあの終わっちゃうと思うんですけれども、はい、あの顔出していただいてありがとうございます。ね、なんかね今日はねあの旦那が出かけたのでね急遽あの生配信してたんですけれども、はい多分そろそろね旦那があのだ,だいたい1時間ぐらいで帰ってくるって言ってたんではいあの笑う。わあわら うん、ちょっとそろそろね終わりにしようかななんて思ってたんですけどもしあれですよ1枚って思ったらスタンプ入れてくださいあのまだじあでもなちょっともうあと3分だからねちょっと時間ないもんねじゃあミミミさんもねせっかく顔出していただいてあれなんですけれどもはいそろそろねあの終わりの時間にしたいと思っていますなのでまたあの遊びに来てください明日から講座がびっちり入ってるからちょっと うんもしかしたらしばらく生配信ができないかもしれないあしまあ10時から講座なので本当に早い時間にちょこっとやるかぐらいしかちょっとできないのでうんちょっとしばらくもしかしたらゆっくり配信ができないかもしれない来週とかになっちゃうかもしれないんですけどもはいまた遊びに来てくださいミ,ミミミさん了解です。 次回まままたお願いいいしますすごごめんなさいねありがとうございますママゴンさんえー、悲しいごめんね本当にうんあの本当にやってもちょこっとこうあの早い時間にやる感じになんかなっちゃうかなっていう感じでおかげさまでなんか講座がピっちりです明日からまたはいなので頑張りたいと思っておりますので皆さんも今日は ね、ありがとうございました。本当に楽しい時間をいつも過ごさせていただいて、はい、私は本当に幸せ者でございます。はい。まあ、いやいやままごさんもね、本当にいつもありがとうございます。こちらこそありがとうございました。今日もね、あの今週も、はい、皆さんが幸せで、豊かで、健康であのいられますように、はい。じゃティンシャを鳴らしながら。 終わりたいいと思いますねみみみさんもねありがとうございましたせっかくね来ていただいたのにねなんか申し訳ないですはいでもまたね通知来たらまた遊びに来てくださいねはいありがとうございますママゴンさんもねみやびさんあのみずきさんも水ずあやさんもねありがとうございましたまああできるかできまあ、なんか、うん、今週ちょっとできたら頑張ってやってみますけれどもはいもしかしたらまた来週お会いしましょう皆さんじゃあ あのティンシャの音色を聞きながら癒されながら聞いててあの終わりましょうね。失敗した。 皆さんありがとうございました。また会いましょう。